じゃあ、とりあえず生で、はい、お願いします。はい、すみません。ありがとうございます。はい、お刺身一人前もらえますか？お刺身一人前。はい。はい、はい、すみません。お待たせしました。シャリショーです。ありがとうございます。
まずはエビチリやだし巻き卵が乗った冷やしうどん。わさび入って大丈夫ですか？はい。はい。あー、いいお風ね。美味しいです。あー。すいません、もう一杯ください。はい。おいしそうに飲む。本当ですか？ありがとうございます。はい、これだけのつまみ。あ、すみません。すみません。いいのよ。はい、どうぞ。はい、失礼します。ありがとうございます。お寿司って、いろんなお店あるぞ。そうだよね。見比べるんだったら海鮮丼。海鮮丼のつの。あ、おはようございます。はい。結果、はい、全部一緒で、一緒で、全部一緒でね、はい、ちょっと待って、海鮮丼は2倍、あ、はい、もう握りはもう決まってるから、ほぼ決まってる、そうそうそう、はい、もうあとはご飯を少なめにっていう感じで、はい、じゃあどうぞ、はい、ルガーズね、知り合いの方がご夫婦でお寿司を食べに行きました、はい、食べに行った時ね。でご主人はこの上のネタをお醤油につけて戻して食べたんだって。で、はい、すいません、ありがとうございます。はい、どうぞ、いいですか。アシカは佐野、これは青森、青森が一番美味しい。はい、食べてごらん。甘い。え、これ皮ごと？うんうん、剥いて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 食べてごらん。やっば。甘い。食べる。なんとも言えない。生で食べれるの？もう大丈夫。剥いて？保温してあるから。あ、黒っ。剥いて剥いて。黒いニンニク。すごい。普通のニンニクを、炊飯ジャーに2週間保温で。2週間そう、食べてごらん。癖になる。すごい。癖になる。これ、このまま？そのまま。うまっ。美味しいでしょ？美味しい。美味しいでしょ？食べてごらん。今から大丈夫、マスクしてる。あ、口臭だね。お客さんの。大丈夫、マスクしてる。大丈夫、大丈夫。あ、うん。美味しいでしょ？美味しい。ね。でもね、佐野、アシカが、青森が一番美味しい。はい、玉にが違う。あ、そうなんですか？はい。なんか、
ぬめっとします、ぬめっとする、ね、そうなの、ね、そうなの、楽しみ早く食べたい。カート高いのよ。で、初め買ってたの、うん、で、たまたまお客様が作ってるのでお座って、今やってる。あ、はい、炊飯器で作る、多分大丈夫だと思う。うん、お家でお酒のお供にいただきます、うん、営業さんですね、じゃん、はい、あ、そうか、え、何の？あの、さっき言ってきたのは、明日が水道調子、はい、役所の方が、あ、お客さんです。そうですか、はい、あ、そうか、だから今気使ってるわけね。そうです。え、宇都宮から？埼玉から。埼玉から、あ、ほんと、よく見えますよ。あ、すいません、ありがとうございます、はい、一番美味しい寿司屋ってここは出たんです。すごい、で、うんうん、食べに来たの3人で、はい、で、食べて、帰りに、はい、嬉しいですね、最高、うん、はい、そういうお客様、はい、だからね、もう本当もう感謝です。そうですよね、うん、はい、うん、嬉しいわ、それは、はい、最高。やってるってこと？今はわかんないけど、まあ、言ったらね、捕まっちゃったら嫌なんだかもしれないけど、うん、今日は悪いことしてきたから俺はあったりしてんさ。マロ。旦那が会いたいって言ってもさ。